はい、シロです。今回はです、ね、東急不動産が RE100 に加盟2050年までに再エネ100%の事業運営を目指すということで東急不動産というとですね、まあ、日本でもかなり大きな不動産会社ではあるんですけどもそういったところが,ころがですね、RE100 にも加盟していくというニュースなので、まあ、だんだんですね、まあ、大手企業というのは入ってきてはいるんですけども やっぱそれだけですね、あの国際的なこのイニシアチブに入っていかないと、やっていけないのかなというところです。まあ、2050年までっていうことで、かなり先の話ではあるんですけども、まあ、本来ですね、日本の国というのは、やっぱり資源がない国でですね、まあ、再生可能エネルギーによって、エネルギーを得る方向でやっていく方がいいと思うんですけれども、それに可能だなとは思うんですけども、なかなかですね、 まあいいろいろな方向からやってきたことですね特に原子力ですよね原子力をなんでやめられないのかっていうとやっぱりそれまで培ってきた技術ですとかいろいろなうんまあ私はしがらみだと思うんですけどもねえあの本来ですとね他の国であればですよあれだけ大きな事故を起こして たエネルギーに関してでしかも、ウランというのもですねそのうちなくなってくるわけですよね。であとは核の廃棄物に関してはまだまだあの課題がすごく大きいですし福島の事故もですねずっと収束しないですよね、まだまだ。やっとデブリが取れるかどうかなんていうニュースを、ね、ここのところやってますけれどもまあそれだってどう処理したらどうかわかんない。で 他の格納容器の中にもですね、どのようになっているかはまだわからない、どれぐらい量があるのかもわからない、まあ、ある程度量は、ね、あの予測していると思うんですけども、それを、ね、発表しちゃうとですね、もう何万年もです、ね、かかって処理が必要になったりするっていう,ふうのがね、既成事実として現れてくるのかもしれませんから、まあ、あえて言わないのかもしれませんけれども。 でもですね、まあ、プラスになる要素っていうのは、ほとんどあの廃炉作業を見ててもわかるんですが、ないわけですよね。もう核の廃棄物を完全に無毒化できるっていう技術が確立できるまではなかなか難しいと、私は思いますし、そういう技術にいくらお金を出すのだっていうところですよね。だって今後使えないかもしれないエネルギーに関して、あのそれをね、ずっとやっていくっていうのは、すごくナンセンスかなと私は思います。だったら あの新しいエネルギーにねシフトしてどんどんそちらの方にリソースを集中していった方がいいと思うんですけれどもなかなかできないというところじゃないかなと思います一度ね、えー、入ってこう手を挙げたものに対して、えー、なかなかですねやめることができないということが一番大きな問題なのかなと思いますまあ他にもいろいろあるとは思うんですけどもねだけども やっぱりその世界の情勢を考えて一流企業の中でもですね、この RE100 に加盟してですね、再エネをこう広げていこうというふうにとりあえずはですね、あのやっていかないとやっぱりこう事業構造としてですね、今株,をほとんど株によって、ねえー、事業の費用を調達しているところが多いと思うんですが実はねあの 証券会社じゃなくても分かっている人は多いと思うんですけども日本の株式というのはですねほとんど外資が握っております実はあの出資比率の面もそうなんですけどもあの株大株主としてですね必ずどっかの,その外資の投資家たちがですね入ってるんですねだから日本株というのはですねまあ日本人によって上下左右しているわけじゃなくて海外の投資家によって上下左右 上下左右じゃないですね上下してるっていうところがほとんどだっていうのはまあ詳しい人だったらすぐ分かると思うんですけどもでそういう方たちがですね注目をしてるのがこの RE100 というか再生可能エネルギー由来のエネルギーを使うかどうかっていうところが一つのね投資の判断基準になってきてるんですねですので、まあ、この東季不動産もですね間違いなくその外資の、えー、投資家たちがですね ある程度、一定数の投資を行っているんですけども、そういうところがですね、この RE100 を目指さないというふうに、企業としてやっていってないと、ですね、投資を引き払っちゃう可能性が高いんですね、その時に、じゃあ株価が暴落したところを誰が支えるのかというと、誰も支えてくれなくなっちゃうわけですね、他の外海外の投資家たちが。 悲しいところですけども、日本の中で,です、ね、それだけの大きな投資家たちが動いてやっていくっていうのは、なかなか厳しいでしょうし、よっぽどね、成長産業でもない限りですね、えー、もし株価が落っこった場合に、あの支えるところがないんじゃないかなと、私は想像できるんですけども、まあ、普通に考えればね、そういうふうな構造になってきてるわけですね。 なので、まあ、いろんなこれからも一流企業というか大企業、あるいは上場企業というのが、この RE100 に加盟していく可能性は非常に高いし、多分やっていかないと、ですねあの、外資の投資家たちがですね、資金を引き払ってしまいますので、あの必ず外資がですね、ある程度入っているところでしたら、これはあの行われていくことだと思いますし。まあ そういうね、強制力が働いてやら,やらざるを得ないんだっていうんではなくて、まあ、積極的にね、RE100、えー、しっかりやっていこうよっていうふうになったほうが私はいいとは思うんですけども、そうじゃないとなかなかね、動かないんじゃないかなというふうには私も感じますね。まあ、でも、じわじわとですね、こういう不動産会社なんかもしっかりとこういうふうに活動、RE100 にね、加盟していくという形で、えー、やっていってるというニュースは、まあ、一つは喜ばしいことかなとは思います。 ちょっと前置きが、ね、非常に長くなってしまったんですけどあの、なんでそういうふうな背景があるのかっていうところですね、まあ、これ私なりに考えたところでもあるんですけども、まあ、世の中的にですねお金の動くところっていうのは、かなりその大きな力が働きますので、株によってです、ね、株主、株主によってこう支えられている企業はです、ね、でその株主の意向に対して、えー、そういことがまあ一番の、 大事なことではありますからね株主が資金を引き払ってしまった場合にはあの活動がもう完全に停止してしまいますので、まあ、下手すると倒産ということにも、ねえー、なりかねないですから、まあ、そういうのを見越してこういうところに投資していくんだというところをね対外的にも対内的にもですね社内的にもですね見せていかないといけないというところですよねはい。 そういう背景があるということをちょっと認識していただくといいかなと思います。そうするとね、こういったニュースが非常に入りやすくなると思います。まあ、他にもいろいろ理由はあると思うんですけどね、それが私は一番大きな理由じゃないかなというふうに考えております。間違ってたらね、申し訳ないんですけどね。はい。でも、うん、まあ、ほとんどそうじゃないかなと私は思うんですけどもね。でも、皆さんもですね、もし間違ってるということであれば、自分なりの意見を あのコメントでね、載せていただいてもいいと思うんですけども、そういったところの背景があるというのはやっぱり大きいですよね。はい。えー、余計な話がちょっと、えー、長くなってしまいましたけど、本文を読んでいきます。東急不動産2019年4月、失、えー、業活動で消費する電力を100%再生可能エネルギー由来とすることを目指す国際イニシアチブ RE100 に加盟したと発表した。東急不動産、 2019年4月、事業活動で消費する電力を100%再生可能エネルギー由来とすることを目指す国際イニシアチブ RE100 に加盟したと発表した。RE100 は2014年に国際 NGO 団体 t h e c メ i m グ t e g r o u p が主導して発足した CDP= 主要企業の環境戦略を調査し、投資家等に開示及び評価する NGO ですよね。だから相当ここの 力によってですね、投資家にその開示して評価するっていうところで、まあ、これに加盟しているかどうかっていうのがやっぱり非常に大きいわけですね。だから、NGO の団体がですね、企業にやっぱりいろいろ調査依頼をしてくるんじゃないかなっていうのも間違いないですね。国内外の大手企業の加盟が続いているということですね、そういうところから。東急不動産は2014年に太陽光発電事業に参入して以来、 再生可能エネルギー事業を本格展開し、北海道から九州まで自社で保有・運営する再生可能エネルギー事業施設数は現在計43箇所、結構多いですね。2019年3月末日時点、開発中案件を含むで、定格容量819メガワット、おお、これ結構すごいです。共同事業を含む総関与事業地に拡大している。 2019年3月に、さらに、ね、これ変化してなかったですね。2019年3月に再生可能エネルギー、再生エネルギー事業者のリニューアルジャパン、リニューアブルジャパンと再生可能エネルギー事業領域によって基本業務提携を強化したと。将来的に再生可能エネルギーを自社利用することであ1 0 0に実現する計画。2050年までに事業活動で消費する電力を100%再生可能エネルギー由来に切り替える方針だということで、 まあここまで進んできてる会社ですから R100 にもね加盟できるかなというところもありますし2014年からねしっかりとそういう計画に向けてあの活動してきてるんだというところもねここでも分かりますけどもでもあの背景にそういうところがあるというところですよね株主としてえあの株式会社としてね株主に向けてそういった、えー 事業活動をしっっかりとととと行っていいいくよっていううここころで、での RE100 に加すするあの企業によってだとは思うんですけどももちろん顧客に向けてそういった活動を行っているっていうところ素晴らしい会社は非常に多いんですが同時にですね投資家たちにもですね、えー、配慮を図っていかないと企業っていうのは存続できません。 投資家のことを無視してやってる会社というのはもう100%ないですからそこのところでのこの力関係っていうのはですね顧客よりも多分投資家の方に向けて動いていく会社というのが多いとは思いますまあ海外の企業なんかねそれ露骨にやってるところも多いんですけどもまあ日本の企業だってあの海外の投資家がね入ってきてるっていうことで実は日本のお客様よりもその海外の投資家に向けて 活動しているっていうのは表向きはね見せませんけれども、あのそういうところでね動いてる会社というのは非常に多いです。はい。だからそのお金の流れっていうのもですね、この再生可能エネルギーに関してはやっぱり設置費用ですとかね、の後のその事業運営とかですね、そういったところもですね非常にお金はやっぱり今後インフラを整えていかないといけない事業なので、すごくお金がかかるんですけども。 そういいった時にじゃあ誰がお金出していくのかどういった活動でやっていくのかっていう時にそのお金の流れっていうのをね一つ組む組,と組,あの組み取っていくっていうところはすごく大事なところですそうするとですねまあそういう海外の強制力が働いているっていうところもあるんですけども RE100 にね加盟していくっていう事業心ここの中のね事業もですね相当いろいろやってきてるっていうところで、まあ、素晴らしい 活動も行っているんですが、まあ、決定的にこういったところね、あるい100年への加盟というところで、えー、企業の、ね、方向性がドーンと変わったりするってこともやっぱりありますので、まあ、そういったところで、実はどういうところの,あの力が働いているかっていうのを読み解いていくっていうのはね、すごく大事なことかなと思います。それに逆らって生きていくことはできないですからね、こういう会社っていうのは。で、うん、ですのであのその まあ、やらしいところでしょうけれども、そういった流れをですね、見えるかどうかっていうのは、あのこういうニュースを見ていく上でもですねあの、より深いところまで理解できるかなっていうのもあの大きいと思います。はい、えっ、ー、とですね、非常に余計な話が長くて、えー、ニュース自体は大したことないあの、大したことないと言っちゃいけないんですけどもね、あのそれほど、ああ、そうなんだ、あるいは100に加盟するんだっていう、表面的だけ見えちゃうとね、えー よくわからないところですし、ある100、R、100、加盟して何か得することがあるのっていう、得することというかですね、事業運営を行っていく上で、これに入っていかないと結構これからは厳しいよっていうふうな意味から企業がね、どんどん参加しているというところだとは思います。投資家に向けてですね、開示及び評価する NGO の力が結構強いんだなというところですね。うん。だから、海外のメーカーさんなんかでもですね、 これに入っていないのは、今、アマゾンと、うんと、あとはそこぐらいですかね。あの、バークシャー・ハサウェイっていう、えー、投資家の、うん、オーレンバーヘッドが作ってる会社ですね。あれぐらいがこれ入ってないぐらいだと思いましたよ。アメリカなんかでも。グーグルとかね、そういったところもみんな入ってるんですね、これね。うん、ですから、まあ、ほとんどの会社がここに参加して、 再生可能エネルギーを、ね、こう盛り上上げてていいこうううふうに表面上なってるはずです、うん、だから、まあ、他の日本もですねやっぱりそういった流れに逆らうことは多分できないんでしょうから、まあ、今後はねこういう形で再生可能エネルギーが普及してくる可能性っていうのもやっぱりあるわけですね。うん、これはまああの強制力のような力でこう動いてきているところはあるんですけどもまあ これが結果的に原子力をなくしていくことに向いてくれば私はいいかなと思いますね。はい、えっ、ー、とですね、この R100 についてですね、より深く調べていくっていうのも結構こういったニュースを読み解く中では非常に面白いので、あのぜひ皆さんの中でもね、R100 に参加している 日本の企業というのを、ね、いろいろ調べてみるのもそうですし、あるいは100についていろいろ調べていくのも非常に面白いんじゃないかなと思います。はい、最後まで、ね、聞いていただいてどうもありがとうございます。余計なの話が多くなって申し訳ありませんでした。はい、失礼いたします。